波号第104潜水艦は、日本海軍の潜水艦。波101型潜水艦の4番艦。太平洋戦争を生き延び、戦後海没処分された。マルセン計画の輸送潜水艦小型、第4601号艦型の4番艦、仮称艦名第4604号艦として計画。1944年7月1日、三菱重工業神戸造船所で、建造番号749番線として、仮称艦名第4606号艦と同時に、起工。8月25日、波号第104潜水艦と命名されて、波101型潜水艦の4番艦に定められ、本籍をクレチンジュフと仮定。9月30日、進水。10月7日、偽装院事務所を三菱神戸造船所内に設置し事務を開始。12月1日竣工し、偽装院事務所を撤去。本籍をクレチンジュフに定められ、第6艦隊第11潜水船隊に編入。同日、伊予灘へ向け神戸発。3日から20日まで伊予灘で訓練に従事。20日暮れに帰島して整備を行う。28日から伊予灘で訓練を再開。1945年1月7日、別府湾に帰島。9日から19日まで伊予灘で訓練に従事。19日暮れに帰島し、整備を行い、31日から2月4日まで伊予灘で訓練に従事。2月5日、第6艦隊第7潜水船隊に編入。横須賀へ開港。軍隊区分船検部隊第7潜水部隊に配置され、偵察と哨戒に従事。3月20日、第7潜水船隊が解体され、第6艦隊隷下に新編された第16潜水隊に編入。5月5日から8日まで、横須賀で輸送物件の積載と出動訓練を行う。10日、南鳥島に対する輸送のため糧食約 31.6 トン、その他の物資約 0.5 トン、計約 32.2 トンを積載して、横須賀発。日中は潜航し、夜間は浮上航行を行う。南鳥島は連日、アメリカ軍機や、浮上潜水艦による偵察を受けていたが22日には、それらがなく、本艦は22日夜、南鳥島に入港して1時間で、用途を終え、現地の遺骨98柱や、郵便物などを収容し、同日南鳥島発。6月1日、横須賀に帰島した。6月、本艦をガソリン輸送潜水艦とすることが決定される。終戦時は、横須賀に所在。9月15日除籍。本艦は1945年10月に清水沖でアメリカ海軍により海没処分されたとするのが定説だが、同年12月8日に横須賀でアメリカ軍により撮影された写真が複数存在するため、最後の状況は不明瞭である。古賀仁策大尉。1944年10月14日から1944年12月1日、古賀仁策大尉。1944年12月1日から1945年7月14日、黒田万、左留大尉。1945年7月14日から1945年9月15日、ABC 写真の撮影日は、世界の艦船、日本潜水艦誌 P89。世界の艦船、日本潜水艦誌 P107、福井静雄、写真日本海軍全艦艇種下艦 P691 で、それぞれ1945年12月8日としているが、それぞれの書の P88、P106、資料編 P 艦歴、表18ではいずれも、20年10月清水で処分と記述しており、同じ書籍中で、写真の撮影年月日と、海没処分年月との相関が取れていない。本来の艦名表記は波、号第104潜水艦。艦の除籍に伴う自動解職。ありがとうございます。